独立開業される方でまず問題になってくることがあるなっていうふうに感じていて、資金繰りの問題であったり資金調達の問題が出てくると思うんですよね。最初にどのようにして資金を集めていくかってなると、自分で貯めてきた、コツコツ貯めてきた自己資金であったり、家族、知人、友人にいただいた資金であったり、いろいろあると思うんですけど、そういうのを抜きにして事業をやるときっていうのは、基本的には日本政策金融公庫の創業融資と、もう一つは信用金庫に行って制度融資っていうものを申し込むかのどっちかになると思うんですよね。日本政策金融公庫の創業融資と信用金庫保証協会を通した制度融資について語らせてもらおうと思います。融資の通りやすさで言うと、一番簡単なのは日本政策金融公庫の創業融資が簡単だと言われてます。でその次に簡単なのが制度融資で、その後もろもろっていう感じなんですけど、僕はまず創業融資に申し込んだんですよ。でその後に制度融資に申し込んで、この制度融資でなんとか500万円ほど調達できる目安がついてます。日本政策金融公庫の創業融資の注意点っていうのが、やってみて感じたことがあるんで伝えておきたいなって思うんですけど、あれはかなり手堅く融資先を選んでるのかなっていうふうに思ってて、例えばビジネスモデルとして1000万円規模の店舗をオープンしますよってなった時に、融資が降りる確率っていうのは結構下がると思うんですよね。その分野で何年も仕事をしていたとか、もともと顧客がついてるとか、前提条件が結構がっちり固くないと難しいんですよね。おそらく担当者さんが変わるとまた違うとは思うんですけど、僕の今回の担当の方はかなりこう手堅く見てる方だったので、創業融資の時はうまくいかなくて落とされちゃいましたね。結局まあ自分の責任なんでそれは仕方ないですけど、やっぱり融資が降りないってなると資金調達すごい不安になって、その時は2秒ぐらいへこみましたね。グーでへこんでもうやったるわって盛り上げていったんで、なんとか制度融資につなげれて500万円の融資にゲットできたんですけど、やっぱりそういうところの注意点はあるかなと思っといた方がいいと思います。その次なんですけど、制度融資についてなんですけど、制度融資は信用金庫と保証協会がダブルで協力してもらって融資を受けるっていう形になってます。で、信用金庫を受け持つリスクっていうのはかなり少ないみたいで、その保証協会が保証してくれる代わりに融資していきますよっていう風になってるみたいですね。だから信用金庫としてはこの制度融資っていうのは、おそらく立場上どんどん融資してあげた方が、まあ、ラッキーな案件なんだろうなっていう風に思ってて、信用金庫はすごい優しいんですよね。でもこの制度融資っていうのは、信用金庫の審査と保証協会の審査両方通らないとダメなんですよ。だから2個通らなきゃダメなんで、なかなか融資が降りないとか審査に期間がかかるっていうのがデメリットみたいですね。今回一応信用金庫と保証協会両方通ったんで、あとは満額出るのかちょっと減額になるのかっていうところだと思います。僕としては信用金庫保証協会の制度融資っていうのが思ったより通りやすいかなと思ったんでおすすめです。ただなんですけど、この時に日本政策金融公庫の創業融資で落ちた時に、僕自己資金350万で出したんですけど、制度融資の時は500万円出したんですよ。だからこう余力を残さずに、もう結構500万円の自己資金でいきますって言ったんで、そこはこう前提条件がやっぱり違いますし、一概に比べれるところではないんですけど、日本政策金融公庫でも信用金庫の方でもどっちでもなんですけど、余力は残して融資をもらいたいっていうところはやっぱりあるんですけど、基本もう結構精一杯の金額で返っちゃった方が融資取りやすいんかなっていうふうに思いましたね。まとめなんですけど、独立開業するときに資金調達の手段っていうのは、親であったり知人であったり自分がコツコツ貯めたりっていう風になってくると思うんですよね。でそれ以外の資金調達の方法が、日本政策金融公庫の創業融資と信用金庫保証協会から受ける制度融資っていうのがあります。でその他にもいろいろあるんですけど、この2個がメジャーなものになってくると思います。でその2個のうち、基本的には創業融資の方が通りやすいっていうふうには言われてるんですけど、落ちることももちろんあります。 50% ぐらい落ちるらしい。で僕落ちました。で落ちたとしても制度融資っていうのがあります。制度融資は創業融資より厳しいって言われてるんですけど、意外とそんなことなかったりもするんで、もう両方申し込むのがいいと思います。最初にそれが両方ダメだったら違う手段考えなきゃダメなんで、もし両方ダメでも創業できるような資金調達の方法を考えとくべきかなっていうふうに僕は思いますね。それを踏まえた上で独立開業に向けて準備すると、とりあえず店舗開店まではうまくいくんじゃないかなと思いました。僕の経験から。以上です。独立開業される方ちらほら見てくれてるみたいなんで、何か力になれればなと思ってこの動画を撮りました。ありがとうございました。